かなり遅いですけども、宝鏡山へのハイキングです。この景色は綺麗ですね。好きな感じですね。どうでしょう。なかなかいい景色ですよね。ここが常願寺コースか。イノシシの侵入防止ですね。ここから本格的な山歩きになります。常願寺コースを登ってまいりたいと思います。杉林ですね。中を最初のやつは登っていきます。若干揺れ橋いところも歩きます。ただいま12時13分ですね。まあ小さいながら沢が流れております。本来はこちら側の浅間山を経由するんですけど、今日は初めて順平歩道を歩いてみます。まあ、これでコンマ9キロの短縮ですね。 1.9 が1キロになるらしいです。よし、ここですね。多分順平歩道、初めてのルートです。だいぶ水平なところを歩いてますね。楽寺コースに合体しました。合流しました。千三年レートの本気ですね。電波塔が見えました。ここの左にトイレもあってですね、まあ、誰も来やすいコースになっています。電波塔の隣が山頂になってます。よいしょ、よいしょ。宝鏡山山頂到着いたしました。バババーンと、筑波山が目の前に。左側には日光、南泰山。すごいですね。右側には北浦と。
厚みが浦、今日綺麗に見えますね。ちょっと雪も残ってます。皆さん楽しく霞ヶ浦神社、天王寺。ああ、ここ綺麗だね。はい、見晴らし台ですか。つくば梅園です。